皆さんこんばんは。9月13日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私クリオネクラリー、コメンテーターはインヤンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。新 iPhone 発表、ドコモでも取り扱いを開始、13日より予約開始。プレイステーション4発売日と価格決定、新型や据え置き型のビータも発表。インターネットの歴史を記したインターネット歴史年表正式版リリース。ペイパルがハンズフリーで決済ができるペイパルビーコンを発表。ホンダなどが歩行者と自動車に危険を通知するシステムを開発。セカンドライフ動画コンテストの話題。まず最初のニュースです。9月10日、アップルが発表会を行い、新しい iPhone を発表しました。今回発表されたのは iPhone 5の後継機である iPhone 5S と廉価版にあたる iPhone 5C です。 iPhone 5S はチップセットの強化やカメラの性能アップ、そして最大の特徴としてホームボタンに指紋認証システムが搭載され、ホームボタンに触れるだけでロックが解除されます。 iPhone 5C はポリカーボネート製のボディとカラフルな5色のラインナップが用意されており、値段も99ドルからとなっています。しかし日本人ユーザーにとって最大の注目する点は、ついにドコモが iPhone の取り扱いを開始するということでしょう。日本で携帯電話サービスのトップシェアを誇るドコモは、これまでも取り扱いが噂されていましたが、今月に入ってから取り扱い開始のニュース報道が行われ、実際に取り扱いが始まるのかが注目されていました。日本では発売当初はソフトバンクから、2011年からは KDDI も取り扱いを開始し、ドコモは契約者の流出が続いていました。今回のドコモの参入でこの勢力図がどのように変わるのか、また日本の企業のスマートフォン開発にも影響を与えそうで、今後も状況が気になります。両モデルとも9月20日に発売になりますが、予約に関しては iPhone C のみ本日9月13日から予約が開始され、 S モデルは20日からの予約になるということです。ソフトバンクも KDDI もiPhone の販売開始時には大混乱が起きており、ドコモがスムーズに処理できるかも注目です。次のニュースです。9月9日、ソニーコンピューターエンターテイメントジャパンがプレスカンフェランスを開催し、新型のプレイステーションに関する発表を行いました。まず北米で11月15日に先行発売されることが決まり、日本での発売は2月22日で、北米での発売より3ヶ月遅れることになります。これは日本でのソフトのラインナップなどを合わせたものだということです。発売の遅れを考慮し、日本ユーザー向けにはソフトの DL コードなどを同梱した PlayStation 4 First Limited Pack を発売することを明らかにしています。気になる価格は、41,979円で、モーションセンサー機能を搭載したプレイステーションカメラ同梱版も46,179円で発売するということです。また今回のカンファレンスではプレイステーションビーターについても2つ大きな発表がありました。1つ目は新型のプレイステーションビーターで10月10日に発売するとしています。今回は Wi-Fi モデルのみで、価格は19,925円。また専用メモリーカードの値下げも発表しています。新型は厚さが15ミリと従来機から 20% 薄くなり、重さは 219g と 15% 軽くなっています。マルチタッチ対応5インチディスプレイは従来機の有機 EL から液晶に変更するとのことで、ここが一番の変更になりそうです。
本体は6色カラーバリエーションを用意するほか、1GB メモリーを内蔵し、バッテリー容量は変わらないものの、駆動時間は長くなるそうです。さらにもう一つ、プレイステーションビータの据え置き型が発売されることになりました。これは本来、携帯機であるプレイステーションビータのチップセットとシステムソフトウェアを小サイズのハードに収め、家庭用テレビに HDMI 接続してワイヤレスデュアルショック3コントローラーで遊ぶというものです。ただし、ビータのタッチパッドなどを活用したゲームはデュアルショック3では操作できないため、ビータの全タイトルが遊べるわけではないということです。しかし、プレイステーションポータブルのソフトや過去のソフトが遊べるアーカイブ、ビデオコンテンツなども豊富にあるため、家庭用としても需要があるとみられます。発売日は11月14日で、価格は9950円。デュアルショックと 8GB メモリーカードを同梱したバリューパックも14,994 円で発売するということです。次のニュースです。9月6日、日本ネットワークインフォメーションセンターが国内外のインターネットの歴史をまとめたインターネット歴史年表正式版を公開しました。同団体は IP アドレスやドメイン名の管理に1991年12月の設立以来関わってきた団体で、任意団体となってから20年という節目に合わせて制作されたものです。資源管理の側面からどうインターネットが広がってきたのかや、インターネット全体についての資料もできるだけ収集して蓄積し、その上で日本とグローバルなインターネットの関係、歴史についても分かりやすくまとめていこうという活動を実施したとのことです。今回公開された年表では、IP アドレスやドメイン名の資源管理に関わるものを中心に、1958年から2013年までの国内外での主要な出来事を IP アドレス、ドメイン名、法制度、セキュリティなどのカテゴリーをつけて紹介するものです。紹介しているものです。6月に公開したベータ版に寄せられた100件以上の意見を検討、反映し、約150件の出来事を追加して、今回正式版リリースとなりました。今後は同じ内容で英語版も公開する予定のほか、さらに年表の精度を上げるため、引き続き意見や情報、関連資料などを一般からも募集するということです。次のニュースです。9月9日、アメリカの eBay 傘下の決済サービス PayPal が、低消費の Bluetooth 通信を使用した店舗向けモバイル決済端末 PayPal Beacon を発表しました。これは USB メモリーのような端末と対応するスマートフォンを接続することで、ハンズフリーの決済を実現するというものです。PayPal アプリをインストールしたユーザーが、ビーコンが設置されたショップに近づくと、スマートフォンが振動して、そのショップがビーコンに対応することを通知し、ユーザーがショップからのアクセスを承認すると、スマートフォンを取り出さずに、買うものをレジに持っていくだけで、ハンズフリーで決済できるということです。ショップ側では、ユーザーが承認した時点で、PayPal の POS システムに、ユーザーの顔写真付きのデータが表示されるようになっています。ユーザーがチェックインしない限りはデータも確認できず、これまでの PayPal サービスと同様に、ユーザーデータはセキュリティによって守られます。また、毎日通うようなショップでは、自動チェックインの設定も可能だということです。PV では、いつも朝食をテイクアウトするカフェの前に近づいただけで、マスターが朝食を差し出すシーンがあるなど、未来的なスマートライフが紹介されています。PayPal では、昨年立ち上げたカードリーダー式モバイル決済システム、PayPal Here で GPS を利用したクレジットカード決済なども行っていましたが、さらに決済がスムーズになります。PayPal では、ショップ向けに API も提供予定しており、
例えばポイントサービスと連携させたりなどの機能を追加したりもできるということです。現在特設サイトで100名までのベータ版への参加を募集しているということです。次のニュースです。ホンダが歩行者のスマートフォンを活用し、自動車を運転する人とその前を通る歩行者に両者の存在を警告するシステムを開発しています。 Vehicle to Pedestrian、 略称 V2P と呼ばれるこの技術は、スマートフォンの GPS と車両通信に特化して設計された無線通信技術 DSRC を利用して、駐車中の車など障害物の影から歩行者が出てきたときに運転者に警告を出すというものです。ダッシュボードで光が点滅して運転者に歩行者の接近を伝え、同時に危険な歩行者のスマートフォンに警告が届くようになっています。ホンダだけではなく、ゼネラルモーターズも同じ技術を使って独自の歩行者検知技術を開発しているということです。ホンダはその中でも特に先行しており、歩行者の検知技術に加え、同じく DSRC を使って視野外のオートバイの存在を運転者に警告する Vehicle to Motorcycle V2M システムのテストも行っているということです。これらの技術はアメリカの運輸省が進めるネット接続自動車安全試験プログラムを通して、ホンダのほか自動車メーカー数社がミシガン大学と共同で取り組んでいるものだそうです。すべてがうまくいけば数年以内にシステムが展開されるかもしれないと見られています。イアンさん、このニュースいかがでしょうか。はい、とってもですね、面白い試みだと思いますし、実際にこれって、どっかの企業とか、どこが一社がやっても、あまり意味がなくて、広くですね、広域で、ある地域全体でもって使ったり、もしくは、国の規制、規制というか、いろいろなですね、決め事とも含めて、制度も含めて、しっかりとやっていかないとなかなかね、活用しきれない部分はあるんですが、最近車の自動化が本当に目覚ましいなと思ってます。自動走行がアメリカで許可を下りて、実際にもうですね、 Google なんか実験始めたりとか、また自動走行の上でもって、今度は、人の認識だけではなくて、人の方からも逆にビーコンを発射して、で、それによって、実際に車の方でもそれを受信することによって、あ、人が近くついてきたなっていうのを検知できるという、そういうような意味も含めて、今後このような研究はどんどん広がっていくと思います。実際にですね、パソコンだけではなくて、スマートフォンとかいろんなものを持ってるものから、電波っていうのは出てますので、それをお互いにやり取りがもっとスムーズに行えるようになれば、有機的にですね、いろいろな情報をやり取りをし、実際にですね、自分が持ってないものでも活用したり、逆にいろいろな情報が入ってくることで、周りの環境とか状況とかを把握しやすくなったり、実際に震災の時とか、そういう時にも役に立つようになるかもしれません。あとね、これと裏腹にプライバシーの問題だとか、いろいろと悪用されるとかっていうような問題も含めて、今後いろいろとですね、進化すると思いますが、今後の動きが楽しみだと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。次のニュースです。セカンドライフの話題です。セカンドライフの日本人コミュニティで初心者支援を行っている J サポが第2回の動画コンテストを行います。 J サポでは動画作成の支援を行っており、ウェブサイトではバンディキャムを使った SL での動画作成の案内なども行っており、春には初めての動画コンテストも行い、90作品ものエントリーがありました。今回は秋の第2回動画コンテストを行うということで、現在コンテスト協賛団体や撮影場所の提供SIMなどを調整しているということです。詳細は近日 J サポのウェブページで紹介するということです。他にも10月には SL 学園祭を1ヶ月という期間で開催するということで、こちらも楽しみです。
もう一つ動画コンテストの話題を紹介します。セカンドライフ内でイラストレーターの四郎正宗氏のグッズを販売する四郎正宗 in セカンドライフが動画コンテストを開催します。テーマは四郎正宗 in セカンドライフショップの商品を使用してセカンドライフ内を撮影した5分以内の作品ということです。スクリーンショットを使った動画でも OK とのことなので気軽に参加できそうです。締め切りは9月30日で賞金総額は3万リンデンドルになるということです。詳しくはショップのブログをご覧ください。次は私クリオネのピックアップコーナーです。名誉クリニックはアメリカ合衆国ミネソタ州ロチェスター市に本部を置く総合病院で、常に全米で最も優れた病院の一つに数えられています。アメリカ合衆国の歴代大統領やヨルダン国王をはじめ各界の VIP がこの病院で診療を受けた患者として名を連ねています。この名誉クリニックのセンター・フォー・イノベーションが毎年主催して行っているトランスフォームシンポジウムというイベントは、各界からのスピーカーが参加するとても盛大なイベントです。第6回目にあたる今年も9月8日から3日間にわたってリアルの会場で行われたのですが、その様子をセカンドライフ内にある名誉クリニックの所有するシムにある会議場で生中継。リアルでは有料であるこのイベントに無料でバーチャルの世界から参加し、またパネリストに対しての意見を投げかけたりすることもできるとても有意義なひとときでした。進行役は不慮の車の事故により下半身が麻痺し車椅子生活になったジャーナリストのジョン・ホッケンベリー氏。健康管理についてさまざまな角度からアプローチした今回のイベントですが、パネリストとしては学者、医師、医学博士、経営コンサルタント、大学教授、そしてゲストスピーカーとしてミドルスクールの生徒さんが壇上に上がるなど、幅広い意見の出るとても面白いイベントとなりました。こちらが3日間のスケジュールですが、バラエティに富んだ内容で各トピックごとの活発なディスカッションが行われていました。そしてその内容に対してツイッターなどを使ってオーディエンス側も様々な意見をぶつけている様子がとても熱く感じられました。セカンドライフ内の会場にも名誉クリニックのスタッフがログインして会場でのサポートを行い、距離を超えてアメリカでのライブイベントに参加できるセカンドライフの醍醐味を味わうことができました。ご興味を持たれた方はぜひ来年のこのイベントに参加してみてはいかがでしょうか。 We are all cordially invited to attend sessions of the 7th Annual Transform Symposium in 2014 sponsored by Mayo Clinic Center for Innovation. Please check out the official website for the details. 以上、クリオネのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。